はい、皆さん卒業式お疲れ様でした。なんかね、不思議な気持ちというか、毎日一緒に過ごしてた日々からね、突然毎日会わなくなるという、切ないようでね、寂しいようで、でもこの日は必ずやってくるから、まあよくみんなも聞くと思うんだけど、まあ出会いがあれば別れもあるということだよね。まあそれを繰り返して人っていうのは成長していくんだけれども、まあみんなとはこうね、楽しいこともあれば、楽しいことだけじゃなくて、ストレスしかなかったよ！お前らに！バカが！バカか！え？楽しいこと？ねえよ！定期テストでは毎回平均点がダントツ最下位。職員室での居場所ないんですけど、文化祭、体育祭、合唱コンクール、全部最下位だしね、お前ら。涙の一滴も出てこない最悪なクラスでした。はい、これ冗談抜きね、冗談抜き、ガチめに思ってる。提出物もろくに出さねえし、カウントダウンが待ち遠しかったよ。お前らあと5日だね、寂しいね、あと4日だね、どうでもいいよ。さっさとお前らと離れたかったです。ストレスしかなかったです。毎日いつ辞めようか思ってました。もうしばらくさよなら、二度と会いたくありません。お疲れさんでした。しゃー、やっとだね、俺。いや、俺、いや、あの、いや、なんだろう、先生が、いや、こうやってなると思わなかったけど、多分学級委員長の僕の責任なんで、まあ、最後一発ギャグしてみんなで笑って卒業したいなっていうことで、委員長一発ギャグやります。俺たちビリ、全部ビリ、学力ビリ、文化祭もビリ、合唱コンもビリ、最後にビリビリビリ、教卓がビリビリ、わー！